にちは。すっごい早い時間に始めちゃった。ごめん。こんにちは。皆さんこんにちは。じゃ、こんにちは。こんにちは。皆さん何してました？通知どうなってるんですか？通知何？変わってるんですか？そう、アンジュさんとねお出かけしてきたんで、仕事中こっそり見てて、じゃあ仕事中やったらこっそり見てて。そろそろって予想してた。こっそり見てて。仕事中やったら、え、わかる、暑くてね、もうびっしょびしょ。ツーショットも撮りました。もういっぱい話して楽しかったです。すごい、たい焼きや、たい焼きを踊ってる。仕事帰り運転中大変や、運転中音声だけやな、そうなったら。コメント打ってるの、仕事中でも優しいね。そう、アンジュさんと出かけしてきました。楽しかった。そう、行きたいなと思ってたカフェあって、え、そう、え、わかるって言われて、え、行きたいと思ってたんですって言って、そう、行けたんです。嬉しい。あ、なるほどね、通知欄にショールームのアイコン出るんや。そう、自分で寝るやつ、自分ちょっとミスった。後からこうしたらよかったなって思いついた。明日の大学の定期試験の勉強中、頑張って、お勉強。楽しかったんです、嬉しい。オンライン申し込んだよ、嬉しい。ぜひお待ちしてます。今回申し込み長いんですよね、確か申し込み期間長かったはず。たい焼きや、たい焼き食べた。たい焼きも好き。そう、なんなら自分同期より先、なんか先輩と同期やったら先輩との出かけの方が多いっていうか、変わらん気がする数。こんな自分を出かけするタイプじゃないから。そう。こんにちは、嘘ついかまちょっとありがとうございます。たい焼きは頭から食べる派です。真ん中とかやった方がいいかな、分かれるから。そう、楽しくて、みおちゃんとでも1回しか遊びに行ったことないね。あみも多いから分からん。でもまた行きたいなって思った。また調べます、カフェ行ってるのでぜひ行きたいなと思います。ちょっとね低いなと思ってあげたんやけどさ、ちょっとごめん、揺れる。揺れちゃう、ごめんね。これ以上上がらへんのかな、上がらんっぽいわ。そう、上がらんっぽいわ、ちょっと低いよね。ってことで下がっとく。こんにちは、みかなさんと何でしてるんですか、お出かけ予定はって。ちゃうんです、あのお出かけしたいですって、しようってまた言うわって言われました。なのでいつかみかなさんとお出かけしたいんです。したいんですよ。っていうだけです。ほぼほのかって言われてないよ。今日は楽しい。ペンライト2本か。こんにちは。そう、いっぱいね。なんの？お出かけ。お出かけ、お出かけ。お出かけね、楽しかったから、またしたいなって、アンジュさんといろいろお話ししました。なんばら緊張するよ、板ついてない、緊張する。未だに今日もリハから緊張してたから、いっぱい失敗しちゃった。変なとこ失敗してましたね今日。うん、
もう緊張緊張しちゃう。意外だと長時間話せる。え、話せますよ。こんにちは。うん、髪の毛もボサボサや。くくってたね。ゴムがね。入っちゃった。もうちぎれちゃって。ちぎれちゃったんです。だからね、そう使いにくいんです。髪型悩み中、何も決めてなかった。でも今日出て、明日休んで、また公演か。今日まだノーメイクで、ちょっと唇色なさすぎたから塗ったけど。1000円で買ってくれんの？このゴム。全然売るよ。嘘です。嘘です。嘘です。可愛いやつがいい。何に可愛いやつってノーメイクなんです。そう、ね、1200円。あ、セリが始まってる。セリが始まってる。落札価格がセリ上がるかな。いや、おもろおもろ。なんか眉毛でもね、生えてた方なんですけど薄くなりました最近。なんか薄くなってきました。1500円。これどうやってサイン書くかな。高めに設定して、今1900円が最高、最高、一番高い。あ、隠しとくこれ。ポイ捨てみたいになっちゃうからやんないけど、3000。うわ、上がっていくね。自分のサイン見えるとこある？どこやろう。ないかな、サイン。どっか書いてそうやけど。あ、すごい、刻んでくる。3001円。3500。そう、月間、そう、生写真とか書いてるけど、それ以外ってなったら、あったかな、わかんない、ないかもしれない。サイン書くの慣れたよ、だいぶ。大丈夫で買います。あ、やば。そうね、粉ちぎれてる紙ゴムより買ってください、100均で。ショップ書いてないんです私。書きに行った方がいい。一個容器ないねん。式式。一人で行く容器ないねん。ショップに。あ、カジパ特典、うん、書いてるね。そうなん、世界最大級の大型店できんの、無印。知らんかった。え、すげえ。行きたいわね。なんか特に買うもんなくても行っちゃうかな、無印。わかる？わかる？なんかじゃ、無印のノートとボールペンが好き。なんかあったっけ、なんかも好きやね。あ、マンゴーらしい、美味しかったですよ、無印の。おすすめです、粉のやつ、牛乳とかそういうやつ。あ、バームクーヘンも美味しい。マンゴーラッシュ美味しかったので、よかったら。こんにちは。あとは、なんだろう、無印。何使ってたかな。あ、化粧水もいいって言うよね。彼女感すごい、そんなつもりないけどな。調理道具か。確かに。あの黒のスプーン、でかいスプーン、なんていうの、あれ分からへん。お玉でもないしな、なんていうのやろ。なんていうのやろ。あれも
愛用ですよね。私も使っておりますよ、シリコンのやつ。そう、お家もあります。私のお家もあります。夏熱ないけど食欲が全くありません。病気でしょうか。夏バテな気がするね。でも何も食べへんのはあかんから、ゼリーとかね食べるのがいいんじゃないかなと思うかな。バターチキンカレーが美味しいんや。なるほどね。当たったことない。自分のも美味しい。料理動画はね撮ってないんですけど、完成形はルームスに載せてたりするんで、あのよかったら見てみて。なんか食べて。インゼリーとかゼリーキャッターまで食べやすい気がする。でも夏場って自分もご飯食べれんくなるからめっちゃ気持ちわかりますよ。でもね食べないと元気出ないからね。頑張って使ったらいいのに。そこにあるよ。やっほーそんなローアングルなんで、はい、めっちゃおもろい。冷ややっこー食欲ないとき？ちょっとレンジでチンしてくの忘れた。なんやろう、何食べるの自分。ラム酒温めたかったな。基本何も食べへんから。小夜様ですよ、隣。小夜様やばい。ちょっとチンしてきます。陽気じゃないよ、それ恋っていうねんで、ね、心臓がドキドキするの。あ、こんにちは。すいません。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。あ、こちら、どうも。あ、こっちに今がくあるんで、どうも。小夜様のお花を皆様こんにちは。池穂乃香と申します。チーム M で共に活動させていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。わかんないね、難しい。レンチンしに行った。すぐ帰ってくる。あ、帰ってきた。すいません、全然いいよ。もう一回出るんですけど。はい、すいません、お待たせしました。もう申し訳ない。挨拶してた。そうです。うん、中華がゆう美味しい。食べたことないかも。でも劇場のねロッカーに自分おかゆ置いてるんです、インスタントの。あのご飯食べる気なくなった時に食べようと思って、あのインスタントのおかゆ置いてます。変な挨拶やった。レンジで温めてきました。こんにちは。そうね、グラビア女王様やからね。そうそうそう、ラーメン羨ましい。コンビニのおすすめ、なんやろな。今でもローソン 47% 増量みたいなやつやってますよね。あとは卵が好きです。あのコンビニの燻製卵みたいなやつ最近食べて美味しいって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。キンジラとか何使う？おかかのおにぎりも好きやし、韓国のやつ使ってたのかな。かかも好きやし、高菜も好きですね。おにぎりやちょっと緊張してます。卵じゃなくて燻製卵でした。美味しかった。そろそろレンジでチンできたかな。こんにちは。じゃあちょっと画面消して、行ってくんの。ムードにして行ってきます。行ってらっしゃい。と、なんやろうな最近。あ、コーヒーゼリー。コーヒーゼリー美味しいですよ。コンビニっていうかスーパーにでもどこにもあるんです。コーヒーゼリー美味しいですね。この時期食べたくなっちゃう。なんかかな、コーヒーゼリーかな。え、あと何ある。あんまコンビニ分からへんねんな。コーヒーゼリー食べたくなるの夏。ブロッコリースプラウト、え、そうだ、痩せるのにいいの。ぜひ、はい、ちなみに私の今日の声前ご飯はゆで卵と焼き芋でした。
ローソン増量商品食べたことないの。ホイップかな、わからへん。ミルククリームってなんてやつ。醤油入ってます。めっちゃいい匂い。醤油いい感じですね。うん、いい匂い。当たり弁当いい感じ。当たり弁当や。そう、今日はゆで卵にしちゃった。そう、今日は夢じゃなくなんばらなんです。緊張しちゃう。今日の弁当緊張しちゃうんです。いい助けて助けて、緊張しちゃうの。食べていきたいと思います。いただきます。暑い？コンビニでアイス買うよ。夏とかめっちゃ買っちゃう。リハ終わりとかね、夏コンの前とかに、夏コンのリハ前のリハとかあったらもうその日のご褒美でいつも買っちゃうから、買っちゃうから良くないんですよ。いただきます。私はあのあれが好き、うん、モナカも好きなんですね。私モナカも好きやし、あのビスケットサンドみたいなアイスも好きやしみたいな、あのブリュレアイスも好きやしみたいな、でも好きなんですけど、白米もうも好きですしね、結構いろいろ好きなんですけど、声がずれる？なんでだろう。美味しい。このおはよう。アミタの生誕店や、はい、そう、美味しい。アミタンプロ、ビスケットさん、何してるんですか。一緒に練習してた、うん、え、美味しいよね、ブルーリアイス。わかるで、待って、美味しい。そう、松岡さんと坂下さんですねこの赤っぽい。そう、悩し同期、こんにちは。あとは何かあったっけなゆっくり話しちゃう。やばい、あんなお弁当の匂い食べたらお腹減ってくるんだ。あかんな、うん、食べた方がいいですよ。ダイエット中ですか。さあ、昨日、あ、そう、分からない。昨日食べ過ぎたから今日制限して。あ、調整日ですね。そう、調整日なの今日。私は、うん、5月の末にダイエットしてて、うん、もう終わったんで、あー、いいや、6月入っても好きなものめっちゃ食べてます。めっちゃいい。ラーメンやらたこ焼きやら。ええやないのええやええや。食べ過ぎちゃったんですか。そう、なんかあんまりね、そう、お外でご飯食べへんくて、あ、昨日がっつり食べたから調整。外食はたまに美味しいですよね。え、そう、たまにでいいんよ。美味しかった、美味しかったから、うん、今日も普通に食べたらもう普通に太っちゃうから。せっかく痩せたのに、だから今日は調整日なんですか。多分終わってから食べるんですね。大学とかで食べ過ぎちゃうことはないんですか。うん、え、な、逆に食べへんかも。あ、何やろ。じゃあ、まっすぐ家帰るタイプやからさ。あ、そうなんですね。なんか寄り道とかせえへんが逆に痩せる。うん、そう。でもそういうのはいいですよね。なんか毎日のようにね、そうそう、大学の友達スタバとか行ってたら。あ、行かん行かん。もう普通に駅直行。もうバーっと。そう、もうバーって帰る。あ、よ、帰りたいタイプ。そう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 。一緒ですね。一緒やな。そう。同じも寄り道するぐらいやったらな。100ありたいくらい。一緒一緒。でこの前コアワインもめっちゃ早く帰ったよな。いつですか。え、この前の M。 え、私めっちゃ帰るの早いですよ、うん、え、いいいい、ありありあり、うん、そうしてバンバン入りそうで準備してバンバン。え、そう、早く帰りたい間違いない、早く帰りたいよね。え、ほんまに早く帰りたいタイプですよね。そうやね、わかる。私もちょっとみんなでどっか行こう。え、無理無理、抜けるタイプ。え、そう、え、一緒一緒一緒。え、公園終わりとかどっか行こうってやっても帰りたくない。早く、やでもそんな時間がない。え、そう、なんか、え、帰るってなる。帰ります。え、そうなの、わかる、超わかる。わらわら。え、そう。え、しかもさ、その練習とかで来るやん、自分めっちゃ一気に通して帰るタイプやねあー、もう思わんかった。休憩もせんと。そう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 、思いました。え、やんな。そう、今日とかも来て全部休憩なしで通して、ね、やってました。もう時間節約タイプですね。え、そう、一緒です時間もお金も節約してるでも私も財布の紐割りと固いです。え、一緒、
ほんまに欲しいものがまずなくて、あんまりそう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 ですね、一緒やばい似てるほんまにそうやね、そう見たんですね、あんま何も買わへんの、でも最近漫画欲しくて、漫画何の、何のですか、え、なんかデイズっていうなサッカー漫画があんねんけどな、それなんか中途半端26巻ぐらいまであって、その後がないんですか、32とか38とか、ポツポツで持ってるんですか、意味わからへん集め方をなお兄ちゃんがしてたから、お姉ちゃん、そうちょっと気になっちゃって、そうそうそう欲しくて買ってね、欲しいです漫画な、漫画はもう読まへん、漫画も読まないですね、でも唯一読んだのは、うん、唯一じゃない、鬼滅とか百年場とかは読みましたね、うん、そんなメジャーなやつしかあんまり見ないです、あ、なるほどね、好きですか漫画、え、好き、結構マイナーなとこまで、うん、そうすごいですね、買うんですか、借りるんですか、え、なんかね、あの家族がみんな漫画好きなんです、あ、そうなんですね、そうだからみんな買ってきてくれんねん、めっちゃいいですねそれ、ワンピースとかも全巻家にあるタイプですか、あるある、そういうタイプの家ありますよね、そういうタイプ、昔の家、昔の家っていうか昔そうで、まあ、捨てたんですけど、捨てたんや、昔そうでした、え、一緒2階に、え、そうなるよな、2階の、え、一緒一緒、2階の、そう、2階の部屋にあるうわ、そういうタイプのお家や、そうなの、そういうタイプのお家なの、あるんですよね、たまにある、自分の友達大体そういうタイプ、わ、そういうタイプですね、そう、なるほど、そうなの、しかし屋さんもですか、はい何も何も分かってない、何も分かってない、え、サッカー合わせも好きですよ、あと銀河キックオフも好きですし、あとは今日のご飯イナズマイレブンも好きやったし、うん、キャプテン翼も読んでましたね途中まで、中華っていうのかなって感じかな、ニティ間違えてない、え、何が服じゃあね、あの衣装、衣装フィッティング、フィッティングここ縛らん誰の衣装、いやばいよ、そんな衣装発達してないからよ、え、そう、私アパラがね発達してるの、人よりちょっと一緒、え、一緒発達してる、そうです、だから全然ここ縛らなくて、わかるね、なんかウエストとかの問題じゃなくて、そう、体重とかの問題じゃなくて、アパラがこう、ね、こうじゃなくてこうなってるってことなんだ、そう、わかるわかる、わかるわ、ちょっと衣装さん探しに行って、探しに行っておいで、骨の作りがそうあるよね、骨ずっとですか、わからへん、ね、私もわかんないんですよ、え、一緒やな、わからへんよな、早く調べたい、え、そう、ほんまにそう、なんか見る人によって全部あるんですよ、え、一緒やねんけど、待って全部あるから、普通にナチュラル、え、ストレート、ウェーブ、ナチュラル、全部言われたことある、私もです全部一緒やねん、なんだみたいな、分からへんねんけど、はい、なるよね、パーソナルも分かんないです、パーソナルはな、あのもう家で飽きや、あ、でも雰囲気とかもね、分かります、ブルメやんな多分、え、でも自分で家で春やと思ってたんです、ブルメですか、ブルメ夏っぽくないそれか家で春、あ、どっちかやな、多分そうなんです、はい、どっちですかそんな有識者の方、しかしげさんも家で飽き、ん、あー絶対分かってない、聞いてないですね、聞いてない、うん、聞いてないですね、話しそう、聞いてない、そう、え、ほのかさんって画面立ててやりますよね、そう、立って、なんでなんですか、え、時間見えるくないだってな、時間見たい、そう、時間見たいタイプやね、もういつも時間追ってるからそういうことが、時間ね、節約、そうそうそう、5時までには終わらないとね、みたいな、気持ちでめっちゃセカセカの人みたいな、え、そうやばい、割れちゃうそうなの、実はね、せっかちせっかちでもいいですよ、せっかちで、時間はほんまに買えへんから、時間はね、確かにね、買えへんし、皆さんせっかちですか、え、みけほのさんは、はい、お兄ちゃんだけですか、弟もいる、お兄ちゃん弟ですか、カーリンは私一人っ子です、一人っ子、一人っ子は割とマイペースが多いんですけど、うん、割とマイペースではあるんですけど、でもそんな弟いると思ってた、なんでですか、分からへん、なんかそんな雰囲気ある、確かによく言われます、それなんか、そう、あるで、めちゃめちゃ
めっちゃ。あ、でもほのさんはマジで弟感やばい。いる？はい、いますね。お、マジ？おるんすよ。おるんすよ、実は。似てますか？どうなん？似てない。似てないんですか？そう、全然似てない。全然似てないんですか？そう、全員顔パラパラ。え？大丈夫ですか、それ？大丈夫なの。そう、全然大丈夫なんやけど。バレたことないタイプですか？あ、ない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 。すごい。そう、顔一緒やなって思われたことないな。そうなんですね。そう、じゃあもうおじいちゃんと似てるとかのあれですね。そうそうそう、なんかもうそう、なんかもうそう、バラバラやね。そうなんですね。女の子お父さんに似るって言いますよね。うん、でもじゃあおばに。おばですか？そう、お母さん方のおばに。そうなんですか。私まるまる父ですよ。これ、お父さんなの？お父さん、めっちゃお父さん。これ男にしたら。そうなんよ。でもやっぱ女性の顔の作りってあるじゃないですか。うん、雰囲気はもう母なんですけど、やっぱ女性やから、うん、でもほんまにこのこことか、うん、目周り、もうめっちゃ目周り、目元目元父すぎてやばいです。おもろ。やっぱみんなそんな感じやねんな。おもろいですよね。おもろい顔っていうのは、うん、確かにね。おもろいわ。はいはい。ではもう男女を読みます。早っ。もっとね、もっと。今日はじゃあね、終わろうかな。自分も終わろうかな。でも終わってもね、やること着替えとメイクぐらいしかないの。だってもう通したから。今日来てくださる方いますか？あらね。でも結構コメントで。終わってもやることないの。当日券もありますので、ぜひ。やることないのよ。13位、ドロンパさん、ありがとうございます。12位、マーさん、ありがとうございます。11位、ミオちゃん、ありがとうございます。10位、シモムさん、ありがとうございます。9位、EWO さん、ありがとうございます。ミオちゃん、おらへんから。話し合いにいないの。7位、ケイさん、ありがとうございます。6位、トムさん、ありがとうございます。5位、ニンテンさん、ありがとうございます。4位、ミオちゃんがね、いないからね。3位、ミジェさん、ありがとうございます。2位、ブレッチャン、ありがとうございます。1位、チネ、ありがとうございます。皆さん、ありがとう、来てくれてないのお弁当を会えてなるで、なってくれんの？話し合えてなってくれんの？よう、元気そうやったね。だって、親とも、あとあとだって今日のリハ映像をメイク中に見て確認してかなって思ってる。とか言ってな、本番ミスりまくったらもうなえなえやねんけど。なえなえ。サカタンと出るの1ヶ月ぶりぐらいよ。1ヶ月ぐらい前のナンバラも一緒に出たから。そう、1ヶ月ぶりぐらいかな。とね、そう、今日ナンバラ5回目。自分何回目？5回目5回目なんか、まだ一桁なんか。アンジュさんとどれぐらい話した？だいぶ、ほんまにだいぶ、びっくりするぐらい長く話してた。あのレイコさんと同じぐらい話してました。で、2人してそう、レイコさんに会いたいよねってなってました。こんにちは。そう、楽しかったよ、昨日みちゃんこ。自分から誘いました。でも6月入ってすぐぐらいに誘いました。ナンバラ入ったことない、ぜひおいで。今日も多分当日券あるから、よかったらおいで。おいでね。でそんな気セーブしてたんですけど、普通に食べちゃってご飯。夏バテ来てるはずやのに食べちゃったから、あの苦しいんですずっと。そう、夏バテのくせに。でも食べた量的にはほんまに普通の人の2食分ぐらいやけど、そう、でも苦しいんです夏バテ中やから。あとね、そう、高カロリーなもの控えてたから。
仕事も乗ります、頑張ってね。そうだからね、最近小食になったかな、分からへん、よっこらせ。そうなんよ、だからね、そう、あの食べたらお腹苦しくてそう苦しくなって、だから朝も食べずに来たんですよ。で今日1食目がゆで卵とさつまいも焼き芋やった。で終わってから多分お家帰ってご飯食べる。お家のご飯が一番好きなよ。とんかつ作ろうかな。いいやん、とんかつ作り作り。じゃあ今夏痩せるって決めたからこの夏痩せるって決めたからっていうか、あの別にそんながっつり痩せようと思ってるわけじゃなくて、そうなんていうの、ちゃんと健康的に、なんて言ったらいいやん、なんかがっつり痩せるつもりはなくて、体軽くなったら嬉しいなぐらいの気持ちでいてるから、そう全然そんな痩せるつもりはないです。だから決めたけどそんな痩せるつもりはない意味わからへんね、意味わかんないけどそんなんですそういいのいいの、そんなんだけ。好きな食べ物はパン好きやねんけど、塩パンとか。でもしばらく食べてないかも。そうパン好きね、クロワッサンも好きやし、デニッシュも好きやし、いろいろ好きなんやけど最近食べてないね。え、じゃあマイナス1 マイナス1キロからそう、マイナス1やから全然いいのめっちゃおもろいそう、メロンパンも好きよ。のクッキー生地ね、マジ美味しい。もう最近オレンジデニッシュ食べれてない。なんかみかん、夏みかんデニッシュみたいなの食べたん、それは美味しかった。でその後にブルーベリーデニッシュみたいなの食べた、美味しかった、美味しかったね。だいぶ前やけど感じかね。マイナス1、なんかそう、そうね、うん、そんなのもんかな。え、両方好きやね。ハード系のパンも好きで、あのフランスパンとかも好きですし、なんかさ、なんていうっけ、あのベーコンエピみたいなやつ、あれも好きです好きなのよ、そういうのも。パン好きやけど太りやすくなっちゃうから変えてるかな。本パンが好きです。食パンみたいなソーサイパン、ソーサイパンなんだろ、あんま食べへんか。両方好きやね、バゲットとパン、食パン両方好きよ。全然食パンも好きだからね。そう意外と好きなんよ。あのメンタフランスは食べたことないんです多分食べないとは、なんだろう、あとなんかあってんな。そう、え、チーズ系好きなんよ実は。ごめん売ってないだけでめっちゃ好き。あのチーズ系ね結構好きで、あのハムチーズとかバリ好きやし、あの何、家でさ小腹減ったなと思ったらチーズ食べてたこんにちは。そう小腹減ったなと思ったら普通にチーズそのまま食べてました。朝ごはんチーズ全然あります10年以上炭水化物控えてる、偉すぎやな。大変やろ、だって世の中炭水化物多いからね、大変やと思うわ。こんにちは。そうピザも好きなんよ。そう、あ、実はピザ好きやったりするんよ。でもね、食べすぎたら太ってまうから気をつけてるの。バスクチーズケーキもいけるんですよ。
も何かや、なんやろ、めっちゃ運動してとかじゃないと食べれない。なんか公園終わりとか食べちゃうけど、それがあったらね、控えちゃう。そう、あと何食べるやろ、あの BLT サンドとかも好きですね好きですねリクルマジさん、うん、好きかも。ナンは、うん、普通のナン派。チーズナンな、苦しくなっちゃった食べたことあんねんけど、ちょっと苦しくなっちゃったから、はい、普通のナンが好き。そう、美味しいもん、カロリー高いからさ、もう困っちゃうよね困っちゃう。だからね、そう、しゃあないけど、食べたいもん食べるのが一番ですよ賞味の話え、全然我慢はしてないんですよ、うち全然食べてますよ。ただそう、食べてない時かな。食べてる人ってそんなこともないです。そんなね、食べて太るタイプでもなければ、あの食べなくて痩せるタイプでもないんですけど、食べるものはね、ちょっと最近はね考えるようにしてるかな。手だけ、あ、5時なんかも、5時見たい。ちょっとお着替えしてこないといけないから行ってこようかな、あろうかな、あろうかな終わっちゃおうかな。じゃあ、はい、ランキング読みます。押せない。そう、今日寝て明日休んで、また次の日に公演やったりするから結構最近公演続いております。はい、13位、ふうくろうさん、ありがとうございます。12位、たーちゃん、ありがとうございます。11位、てつみやさん、ありがとうございます。10位、バロックさん、ありがとうございます。9位、てるやすさん、ありがとうございます。8位、かるちゃん、ありがとうございます。7位、ゆうさん、ありがとうございます。6位、しゅうさん、ありがとうございます。5位、たんべマーボー改め T マナブさん、ありがとうございます。4位、終わりなき旅さん、ありがとうございます。3位、ベイさん、ありがとうございます。2位、ニッカさん、ありがとうございます。1位、ゆりこじさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あの、今ねっていうか、あのオンラインお話し会の受付しておりまして、そう、オンラインお話し会のね受付中で、今で7月6、7日と8月31日と9月1日、あの、予定空いてたりします予定空いてたりしますか。午後からなんですけど、ちょっと予定空いてたりしますか分かったらね、あ、でも9月1日抜け、あの朝早朝なんですよ、一部。あ、そう、ありがたいことにね、そう、7部制になってて、そう、ありがとうございます。なのでね、そう、9月1日だけ朝の10時なんですけど、ちょっと空いてたりしますか空いてたりする、しない。そう、他だいたい午後からやったりするんですけど、ちょっと無理よかったらね、そう、お話ししましょう。1対1ビデオツアーみたいな感じなので、よかったらよかったらね、来てねってだけ、お誘いやから、無理して来いって言ってるわけじゃないから、よかったら来てってだけやから。でもみんな忙しいもん、知ってる、みんな忙しいから、夏みんな忙しいからね、だからあれやけど、よかったら来てね。8月31日は夏コンの後の一発目なんですよ、実は。夏コンが8月
のお盆休みらへんにあるんですよね。そちらもあるんですけど、ま、よかっそっちもよかったらって感じなんですけど、その後その後一発目のお話し会が8月31日なんですよ。だからね、感想とか聞きたいなって感想とか聞けたら嬉しいなって思ってます。じゃあ終わるかな終わるかな。じゃあよかったらだからおいでおいでっていうかよかったらね暇やったら来て、暇やったら来てね。じゃあ終わりたいと思います。多分そう、申し込み長かったはず、今回期間1日だけじゃなかったはず。あのいっぱい悩んで来てもらって大丈夫なのでよかった。じゃあね、終わりたいと思います。ありがとうございました。公園行ってまいりますまた後ほどありがとうございました